はい、イズログです。で、あとこれ庭の木なぎ倒しました。なんでかっていうと、あそこからだったらまあはしごをかけて、あの2段階でよじの、あのはしごから屋根によじよじって登れるからいいかなと思ったんだけどね、結局下のあの石とか地面が全然デコボコでダメでした。はい、まあ一応バラとかバラバラになりましたね。はい、まあ36にもなったから親父ギャグの一つや二つは、寒かろうが受けなかろうが言ってはいこうと思うけど、まあ大体庭がこんな感じになりました。はしごをかける場所を探してこうなりました。はい、はい、であと一番の問題は床下の多分キスズメバチですね。ちょっとあれにあのバルサムぶっかけて床下の生態系ごとぶち殺して、ちょっと静岡行きたいと思います。